です。久しぶりに町内にやってきました。今日はですね、すぐ隣にあるミッセ浪江さんにお話を伺いたいと思います。浪江町仮設商業施設の町並みマルシェのミッセ浪江というお店の店長をしていらっしゃいます、はい、金沢さんにお話を伺います。はい、よろしくお願いします。まあ、よくあの来て店、まあ、店の使い方いろいろあるんですけどもね、その見てくださいっていうのとお店をかけたっていうことですよね。で、ミッセ浪江と、はい、これは浪江町商工会が運営してますので、商工会の会員事業所さんを対象として、うん、その、いわゆる貸しスペースといいますかね、うん、いろんなお店の方に出店していただいて、ここで販売を行っていただくという、うん、あのコンセプトですね。予想外に大勢の方いらっしゃっていただいてるんで、そういう意味ではやっぱりやってよかったのかなっていうふうには思ってますね。うん、本来は我々商工会としては、事業を再開するという目的、大前提があったんでね、うん、去年1年間そういった委員会を作りまして、再開していない事業者さんにお声掛けをして、いろんな形で、事業を復活していただくという大きな目的があったんですね。うん、そういった今まで再開していない事務所さんの、再開意欲を持っていただきたいというのが、このお店 の隠れた大きな一つの目的ではあります。うん、できれば今まだご希望の方いらっしゃるんですね。ちょっとコーナーの関係、棚の関係が間に合ってなくて、こちらに飾れてない方もいらっしゃるんで、今後さらに募集を続けていきますし、広い意味で商工会に加盟してなくても、浪江町民の方であれば、自分の何か売りたいものがあれば貸しスペースということで売ってもいいのかなというところまでも考えています。今まだ再開されてない事業所、一般の小さな、ね、個人商店たくさんあるんですね。ここに出てはいませんけど、例えばお菓子屋さんであるとかね、そういった方にも出してほしいですし、相馬井の浜さんもまだたくさんありますし、その他のいろんなお店屋さんあるんですね。浪江町たくさんあったんで、そういった方にここを利用して、その何かきっかけですね、再開のねきっかけを持っていただければいいのかなというふうに思っています。一度来ていただいて、いろんなお店がありますので、まだこれで完全ではないんですけども、これをもっと良くしていけばいいのかなというふうに考えています。よろしくお願いいたします。やはり一般のお客様がちょっと戻ってきていただけるというで、少しずつですけどお客さんも来ていただいてます。そうですね、こちらの方は一時帰宅とか、戻ってきていただいたお客様のために、食料品をたくさん扱ってまして、納豆、豆腐といった水物、日配商品から、農産物、野菜、お肉といったものまで扱っています。町に戻ってきたお客様のためにということでやっております。この辺のあたりはとりあえずローソン全体で頑張って浪江町の復興を協力しようということでやっております。こちらの店の方は1人か2人という形になるんですけど、ちょっとお客さんが多いなって思われる日には2人でやっております。
営業時間の方が朝の9時から、夕方5時まで。で、日曜日だけお休みになっております。今後は、町民の皆さんに、便利に、生活するのに、使っていただきたいと思ってますので、ぜひぜひ、こんな商品を置いてほしいとか、意見がございましたら、ぜひぜひ、店員の方までお越しください。よろしくお願いします。